ちょっとやってまいりました。58のデュアルなんですけども、ちょっとあのテールのこのカットをあの幅をちょっと出したり、あの厚みが結構あるパターンの場合はあのデュアルのサイドカットテールの切れ角をちょっと長くしたりとかして、作ってます。まあそんな感じなんですけど、コナミのねちょっと映像で、あのなんでしょうね、コナミでもスピードが出るアップスの仕方っていうのがあるんですけど、その結構ねお手本動画にもなるんじゃないかなと思って今日出してます。でそうですね、ボードの性能はあの分かってもらいたいのが、あのテイクオフのすごい速さ、あの新艇のあの腰原ぐらいのね、あの皆さんあの新艇に来たことがあったら分かると思うんですけども、あのこう立ってくるもう前の状態からこう終える状態を作れるので、ものすごくそのラウンドテール、あラウンドノーズですごい最初の水をすごい掴めるんで、先っぽで、でテイクオフが早いです。なのでテイクオフが一番早い、一番というか、まあ結構このミニボードっていうところの58以下にしないっていうところがちょっとミソで、幅は22インチなんですけど、厚みは3インチぐらいで、でまあ幅もあってテイクオフ、あの幅もあってテイクオフ早いのによく動く、でリッピングもいけるみたいな、そんなコンセプトですね。うん、ということで、あのデュアルのねコナミバージョン、ぜひご相談、あとレッスンの方もねお待ちしておりますので、ご視聴ありがとうございました。